こんにちは。中国薬の理論を使って夏に向けての体質改善、毎回夏に向けてダイエットをしている、夏バテをしやすい、そんな方の根本的な体質改善ができる内容です。今回は第3回目、呼吸とアロマについてお話します。前回までの動画は概要欄に貼ってますので、ぜひ1回目からご覧くださいね。夏に向けての体質改善のポイントは食事、マッサージ、呼吸、そして運動です。これらを正しい順序で総合的に取り入れることで、夏までの1ヶ月で変化を感じていただけると思います。どれも簡単ですが、続けないと効果はありません。私としても皆さんにぜひ続けていただきたいので、4回の動画を続けてサポートさせていただきます。ぜひ一緒にチャレンジしてみてください。第1回目は概論と食事療法、第2回はマッサージについてお話をしました。デトックスの季節である夏にきちんと体の土台を作ることによって、痩せやすく体調も1年を通して良好になるというお話でしたね。そして目標は全身で汗をかける体質にすること。そのためのポイントとして、まず食事療法で体質改善、これは血液循環を良くすること、血流がサラサラになったところで、そこでマッサージ、マッサージをして皮膚を柔らかく溶かしていくこと、これを前回まででご説明させていただきました。皆さん実践できましたか？皮膚が柔らかい状態になっていないと汗が出ていかないので、マッサージをしてしっかりと柔らかくしてください。これは大切なステップです。1週間継続できた方は次のステップ、呼吸アロマ、これを用いて皮膚までしっかりと血液を届けていきます。本日はそのやり方や仕組みについて解説させていただきます。では頑張りましょう。先生こんにちは。こんにちは、ふゆふくん。1週間マッサージできました？実はちょっとサボってしまった日がありました。あらら、体の変化は感じられました？はい、頑張ってしっとりになるくらいマッサージをしていた日を、翌日は体がだるかったんですが、次の日は爽快でした。おお、それはよかった。うまくマッサージできてる証拠ですね。でも毎日はできませんでした。今はなんだかしっとりしてないような、ちょっとほっぺも硬いです。ではふうふうくんはもう少しマッサージを続けてみましょうか。初回からも一緒に挑戦されている方は頑張って1週間続けられたそうですよ。今回もベロの変化を見てみましょう。開始前はこんな感じ。ベロがむくんでボテッとしてますよね。食事療法した後はこちらです。少しすっきりしますよね。歯型もほら減ってる。そして食事療法を続けながらマッサージを継続した今ですね、それがこちらです。どんな変化があります？舌もちょっと柔らかくなってみて、こちらの方は肌もふんわり柔らかくなってきたそうですよ。負けてらんない。ふうふうくんはマッサージをもう少し続けてみて、柔らかく安定してきたら呼吸アロマを試してみてくださいね。でも呼吸のこともお伝えしますね。実はむくみやらで時間がかかりそうなので、マッサージをしながら準備しておいてもらうとちょうどいいかもしれません。先生、呼吸ならもうしてます。呼吸といってもその呼吸じゃないんですよ。ここでいう呼吸は皮膚呼吸の話です。皮膚呼吸？はい、体の表面の皮膚からしっかり体外に汗が排出できること、これを意味します。つまり皮膚の息が詰まらず、しっかり呼吸できる状態を作るということですね。難しい。どうすればいいんですか？今まで食事で血液をサラサラにして、マッサージで皮膚を柔らかくしてきました。しっかり汗をかくには、サラサラのうちを柔らかい皮膚まで流す必要があるんですよね。皮膚まで流れてきて初めて皮膚呼吸ができるんです。先生、どうやって流すんですか？自然のエネルギーを使います。自然？笹とか？その通りです。
え、正解？笹ではないんですが、植物やアロマを使いますよ。アロマ、よくわからないけど、いい匂いのやつ。そうです。植物には自然界の効能があります。例えばタンポポコーヒーはタンポポの根っこを煎じたものですが、利尿作用によるむくみ解消や解毒作用があります。根っこは下に向かって生えますよね。人間の体の中に入っても同じで、体の中の水分が下に降りていき、尿となって排出されるんですね。すごい。同じ原理で体の外に向かわせる植物があります。例えばお花。お花もらったことあります？あんまりないけど、お見舞いにお花を持って行ったことはあります。いいですね。喜んでおられました？すごく。お花は気分が落ち込んでる時なんかにもらうと、すごく明るい気持ちになれるんですよね。お花はそんな風に体の外にエネルギーを放出する作用があるんですよ。おお、お花すごい。お花以外にもネギとか松の葉っぱとかヨモギなんかも、先のとんがった葉っぱっていうのを、これすごく効果的ですね。これらをうまく体内に取り入れます。おすすめのやり方っていうのが、ハーブティーとかハーブテント、あと精油を使ったオイルマッサージなんていうのもいいですし、アロマバスとかディフューザーからの芳香香りなんかを取り入れることもすごくいいですね。なんかおしゃれ。あまり馴染みはないかもしれませんね。ハーブティーの入れ方とすれば、水からお湯を沸かしてオレンジやみかんの皮を強火で煎じた煎じ湯を使うとさらにいいんですよ。ティーポットにドライハーブと煎じ湯を入れて、蓋をして蒸らして飲んでくださいね。できるかな。手軽にオレンジやラベンダーの入浴剤から始めてもいいですね。マッサージしながらだとなおいいかもしれないです。入浴剤から始めてみます。ハーブティーもおすすめなので飲んでみてくださいね。カモミールやラベンダー、ジャスミンなどは飲みやすいですよ。わかりました。ちなみに1週間続けても今回は体の変化はあまり感じられません。アロマで気血を皮膚表面に流しただけでは何も変わらないんですよね。でもそれが次のステップの運動することによって、皮膚表面に流れた気血が汗となって体外に放出されます。なるほど。次の運動のために1週間アロマライフを過ごすんですね。その通り。アロマで気分もリラックスできるのでおすすめです。ラベンダーやカモミールはリラックス効果が高いので安眠にもつながります。なんだか癒されて眠くなってきた。ふんふん君はその前にマッサージです。そうだった、頑張ります。いかがでしたか？マッサージで皮膚が柔らかくなった方はアロマも1週間試してみてください。まだ皮膚が硬いな、しっとり感が足らないなっていう方、ふんふん君と同じようにもう少しマッサージを続けてからアロマに移ってくださいね。アロマで気血を表面まで流すことができたら、次は運動です。いよいよ皮膚表面まで届けてきた気血を外に向かって放出していきます。ふうふう君も引き続き頑張るそうなので、皆さんも一緒に頑張ってくださいね。今日からの1週間はハーブティーやアロマを取り入れて皮膚の表面まで気血を流す。コメント欄などでぜひ経過を教えてくださいね。次回の動画は1週間後アップします。みんなに負けないように頑張るぞ。いつもニコニコ注意が笑顔の処方箋。それではまた来週。